っしょ。こんにちは。こちらの方がね、許可証になりますので、わかりました。はい。これが注意事項。はい。こちら駐車券の方を出して。わかりました。はい、します。すみません。ありがとうございます。よろしくお願いします。お世話になります。こちらがトイレになってますね。男子トイレと女子トイレの分かれて、まあちゃんとした水洗で、和式ですね。まあトイレはこんな感じですね。まあでも前に海があるんでね、本当見晴らしいですね。浜坂県民サンビーチ松林ですね。すごいでしょこちらは。すごい。もうこの辺全体はね松林になってますからね。テントもね3組ぐらいですかね。今日はちょっと雨やったんでね。でこちらが西の水事棟ですね。ちゃんとゴミの分別もねありますんで、ゴミステーション。でこちらが綺麗ですね。今日はもうゆっくりとキャンプができますね。どこにテントを建てますかね。今日はどこでキャンプ。今日は浜坂県民サンビーチというところでキャンプします。苦手なタープを苦手なタープちょっと今日ね雨降ってるんで、明日もまだ雨なんでね、苦手なタープを先にね、先にちょっとね立てたいと思いますね。タープ今回早かったですよ立つのが本日はパイクスピークさんのパーティードームっていうテントをね立てたいと思います。初めてになりますのでね、ゴー。ドームテントの完成です。タープもね横に立てて、ちょっと雨が降りそうなんでちょっとね今日はタープを立ててます。いい感じですね。空気口が結構あるからよいしょ、中入ってますね。よいしょ、よいしょ。こちらがね中になりますね。結構広いですね。僕が立てますね。この上に一応172センチあるんですけど立てますね、やっぱりねちょっとこれがあるだけで雨降った時にね雨よけにもなるし、
で、これがいいですよね、この。ちょっとした空気口みたいなとこですね。これで、つけて、立てれるみたいな。いやーかっこええやんなん、ドームテント、いい、かっこいい、かっこいい。松林もすごいな。この波の音もええわな。寒くなく、暑くなく、暑くなく、寒くなくな。ちょっと乾杯しようか。乾杯です。なあ、火起こしてから乾杯。あ、そうやな、ちょっと火起こそうか。よし、オッケー。ヤコさん、ここ濡れてもヤコさん、今日もキャンプ楽しみましょうね、ちゃっちゃん。はい、今日もね、飲みますよ。いつもですね、ちゃちゃ。今日も飲みますよ。今回ですね、このお酒、松の司。こちらは、どこ？滋賀？あ、滋賀か。すごいな。ほんま滋賀のお酒は美味しいですからね。アルコール13度。滋賀県の竜王町。あ、これはちょっとね、冷やでいただきたいと思います。で、やっぱりこれね、ほんまガツンとサイダーさんはこれが美味しいんでね。なんか新しく嫁さんがね、コンビニで見つけた。コンビニで限定が何かな。そうと思う。なあ、オレンジゼロ。うまそう。ピーチとプリン体と糖質ゼロやね。そうか。プリン体、うん、プリン体と糖質がゼロいうことで、糖尿の人とかにはいいですよね。痛風の人とか。で、これがね、嫁さんのいつものサイダーで、ちょっと味変でドデカミ。疲れた時のドデカミですよ、皆さん。とりあえずはやっぱりビールでしょう。よし、炭起こしてね、ちょっと昼にしたいと思います。よし、じゃあ乾杯しますか。はい、今日もキャンプ楽しみましょう。お疲れさん、お疲れ様。ああ美味しい。目の前にはね、日本海が広がってます。海久しぶりやな。それギサラかな。あ、トマト。あ、そう、うん、ちょっと嫁さんの声がね、声変わり中なんでね、スナックのママみたいな声になって。もうベテランの30年ぐらいスナックやってるママみたいな声しますからね。せやろ。 OK？ よし、よし、じゃあいただきます。ロピア。そう、ロピアさんで。よいしょ。ロピアの肉はほんまに美味しいもんな。美味しかったね。まあ柔らかいし、アウトドアスパイス、鶏にし、爆売れやんな。濃いめにかけるか。めっちゃうまっすやん。美味しそう。鶴橋の
らっきょうのキムチ、これが また美味しいんですよね。大阪の鶴橋の美味しい。波の音がいいわ、ほんまに。はい、本日のティータイム、はい、何ユーハイムのバームクーヘン、はい、前クラブハリ、クラブハリやな。今回はユーハイム、ここはここでまた美味しいやな。違うな、全然違うな。もうそう、ユーハイム、うん、でなんかもうカットされとるのかって聞いて。あ、ほんまや、あ、いいやん。そうやろ、うん、食べやすい。おやつ時間で借りてるよ。ちょうど。食べよう。うん。いただきまーす。バームクーヘンめっちゃうまいな。好きな。うん。めっちゃ好きな。そうだ。うん。これで高かったわ。うん。スズランテープって書いてある。スズランテープな、あ、書いてるな。スズランテープって言って、これイチジク色だね。シュシュ、シュシュ、はいはいはい、すごいな。黙々と作業をする嫁さんでした。気持ちいいっすね。最近のチャーチャーも楽しそうっす。波の音が気持ちいいな。なんか匂うんかな。マーキングショーで。あーすごいな。
どかやね。めちゃくちゃなんか神秘的だ。だいぶ日が落ちてきたな。なあ。残念ながら夕日は見れるけど。うん。夕日はね、ちょっと見えないけど。まあでも雨も上がってよかった。そうなあ。ほんまに。なあ。松の司、滋賀のお酒ね、これでちょっとね晩酌をこれからしたいと思います。晩酌のねおつまみはこちらの牛すじの煮込み。昨日から嫁さんがね煮込んでくれたみたいで、このネギもまためちゃくちゃ美味しそうなネギやな。つながっとうん、いただきます。なんかジュースみたい。え、これ日本酒やんな。そうやね、日本酒じゃないやろ。甘いやろ。ジュースみたいな。あー入れんね。うん。もりもり。うん、もりもりやな、ネギは。もう一声。オッケー。混ぜんでええで。ネギのシャキシャキを楽しむ。しないだろ。しなちゃうやろ。しないやろ。シャキシャキやろ。出来上がったけど。うん。よし、いただこう。美味しそう。これはうまいで。うん、おいしい。よう旬でるわ。うん、よう旬だ。筋もふわふわや。煮込みが美味しい。このお酒もむちゃくちゃ美味しいねんけど、ま、松の司、滋賀のやつ、うん、できた。カレーうどん完成です。うまそうやな。うまそう。カレーうどんには七味や、ね、七味が一味か。よし、いただきます。
この寒い時に食べるこのぬくいやつってな、ほんまに美味しいでな。熱そやな。うわ。熱々や。寒い。うーわ、あったか。むちゃくちゃあったかいな。あったかいな、なんか。あったか。なあ、ストーブ様様やな。うん、まあこの中でこれ立てるんかな、楽やわ。よいしょ。いいや。ふぅ。ちゃこさん、眠たいさ。眠たそうやな。はぁ、あ。嫁さんももうね、8時回ってるんで、眠たいでもう、寝床につきましたね。めちゃくちゃうまそうなハムやな。うん、なんかウインナーばっかりったら飽きちゃったからね。うん、ちょっと焦げてきた。おいしそうや。ご飯となめたけやな、これは。豆腐となめたけで、ハムと卵とサラダと。はい、いただきます。いただきます。朝食の完成です。ガルトレイチが、甘みも入ってるので、中間、一貫食べやすい。うまそう。
美味しそうやな。いろんなお土産がありますね。やっぱりカニとか、そういったイチゴが近いかな。ホタルイカ。生かな。うん、生なんて珍しいわな。生ホタルイカ。カネツヨ。どうやって食べる？あとホタルイカですね。250ぐらい入ってます。これってどうやって食べるんですか？これはね、あの生はダメなんで、まあ、しゃぶしゃぶとかこのようにボイルしてもらうか、お湯でさっと炙って、うん、あのしゃぶしゃぶはね、うん、まあ、さっとっていうか、まあ、うん、さっと色が変わる、こんな感じになりますんで。一緒やけど、あのね、ボイルは結構難しいですよ。こういうふうにフリッとなると、お腹が出てね、腹わたが出て流れちゃって、避けてしまうんだ。そう、だから結構難しい。こんな綺麗に、これを大きな釜でしてるからこんな綺麗だけど、うん、せやん、はい、生食ってみたい。生は分かる。ちゃうしゃぶしゃぶで、これほんならちょっともらっていいですか？はい、何分しましょう。どれぐらい、どれぐらい味付けは何でもポン酢でも、うん、好きな生姜醤油とか。あ、はいはい、はい、このぐらい、これぐらい、200ぐらいかな。200ぐらい、200ぐらい入れましょうか。いや、すごい、これは少ないですね。いや、そのぐらいでいいか。これぐらいでいいか、はい、安いやんな。これで150なんで、200しましょうか。ほら200で、はい、すごい。はい、今日めちゃくちゃ安くなっています。ああ、そう、70円グラムだから140円。これで、え、140円、はい、めちゃくちゃ安いんです。もう半額になってる、昨日からしたら。140円、これ140円、100グラム。これどのぐらい持つんですか、冷蔵庫で？いや、早くしないと、もう今日やね、うん、あの、なんぼでもしにくくなって、だから安くなる。あ、うん、あ、それぐらいでいいかな。これ、チーも1パック、ね、これは2日ぐらい持つんですか？あ、全然大丈夫、これ今日もボイルしたやつなんで、はい、2、3日は全然大丈夫。あ、ありがとうございます。おい、生きてる、生きてる、生きてるやん。生きてるわ、生きてる、生きてる、はい、690、そうだ、今日カツが入ってね、はい、生きてる。これは生で、生で食べれます。だから今日より明日明後日の方がね、甘くなるんですよ。やっぱり生きたてはちょっと味が分かりにくいというか。買う？刺身。食べてんの？これ食べるわ。これもほんなら。100入れて。100。様子笑うの。ああ、そう。いいですか？怖くないね、私は快感なのよ。全然怖ないやんね。どのくらい？100ぐらい、何分ぐらい？6匹ぐらいかな。よいしょ、待って。100グラムだって。あ、すごい。だいたいね、だいたい。もう、それ一緒に入れてもらって。はい、ありがとう。じゃあ、1339円ですね。ありがとう、ありがとう。怖くない？はい、1500円を預かります。全然。めっちゃいける。サービスってそうだね。今日じゃない方が美味しい。今日じゃない方が。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとう。すごいな、カニばっかりや。